ナンバー、愛のイベントに参加していたファンたちは、興奮と感謝の気持ちを綴った投稿を SNS でたくさん共有しています。その中には、彼らがどれだけ熱心で感動しているかを示す多くのエモーショナルなメッセージが含まれています。ナンバー、愛イ,イベントでの感想について皆さんからのコメントが次々と寄せられていますね。素晴らしい写真やビデオが多数共有され、その情熱に触れると、 自分もその瞬間にいたかのような気分になります。皆さん、どんな瞬間が一番印象に残りましたか私は岸くんの笑顔に癒されたり、紫輝くんのかっこよさに胸が躍ったりと、様々な感情が交錯しました。イベントに参加できなかった人も、SNS を通じてその雰囲気を楽しむことができて本当に幸せですね。このようなイベントは、 ファン同士がつながる場としてだけでなく、アーティストとファンの絆を深める重要な機会でもあります。数多くのコメントからも、それぞれの方がアーティストたちに対する愛情や尊敬の念が溢れていることが伝わってきます。その熱い思いが、アーティストたちにとっても大きな力となり、より一層素晴らしいパフォーマンスを生み出す励みになることでしょう。 一方で、イベントに参加できなかったファンの中には、その様子を見て涙が止まらないという方も多いようです。SNS を通じてイベントの様子を伝えることで、会場にいなくてもその熱気や感動を共有できるのは本当にありがたいことですね。また、イベントでのアーティストたちのパフォーマンスを見て、ますます彼らに惹かれ、応援したくなる気持ちも強くなることでしょう。イベントが終わった後も、 ファン同士での交流や感想の共有は続きます。新たな出会いや友情が芽生えるきっかけにもなりますし、自分の思い出や感動を語り合うことで、より一層アーティストたちへの愛情が深まるのではないでしょうか。今回のイベントを通じて、ファン同士やアーティストとの絆がさらに深まったことを願っています。そして、次のイベントではさらに多くの人が参加できるようになり、一層の盛り上がりが期待されますね。 それでは次のイベントでまたお会いしましょう。皆さんが共有した感謝の言葉には紫輝くんのビジュアルが最高すぎるというものからジンくんは美しすぎるというものまで様々です。また、岸くんがファンたちを笑顔にさせてくれたことについても言及しています。ファンたちは彼らが心から感謝しており、その喜びを表現する言葉を探しています。ナンバー、愛のファンたちがイベントの様子を伝える中で、 興奮冷めやらぬ様子が伺えます。彼らは、このイベントがどれだけ素晴らしいものだったかを述べ、その感動を共有しています。会場の雰囲気がどのようなものであったかを想像させるような表現が多く見られます。また、ファンたちは、イベントに参加できなかった人々にも、その興奮を伝えたいと考えています。彼らは SN、SNS を通じてイベントの様子を共有し、他のファンたちもその喜びを共有できるようにしています。 自分たちの体験を他の人々と分かち合い、共感を得ることで、より一層その喜びを深めているようです。彼らの投稿には、ナンバー、愛に対する熱い愛情がたくさん詰まっています。彼らは、彼らの偶像たちが彼らに与える幸せを強調し、その感謝の気持ちを忘れません。彼らの言葉からは、その愛情が伝わってきます。イベントに参加できなかった人々も、 ファンたちの投稿を通じてその雰囲気を感じることができます。彼らの喜びや感動は他の人々にも伝わり、彼らも一緒にその興奮を分かち合うことができます。このように、ナンバー、愛のファンたちはイベントに参加した人々だけでなく、参加できなかった人々にもその感動を届けようと努力しています。彼らの愛情あふれる投稿は、彼らの熱意と感謝の気持ちを伝えるものであり、 彼らのコミュニティ全体が一体となって、その喜びを共有していることを示しています。これからも、ナンバー、愛のファンたちは、彼らの愛情を示すために様々な方法を模索し、その感動を共有し続けるでしょう。彼らのコミュニティは、彼らの絆と熱意によって支えられており、これからもさらに発展していくことでしょう。ファンの皆さん、次回のイベントも楽しみにしていますね。彼らがどのような感動を共有してくれるのか。 今からとても楽しみです。